金大金、金大金、金手ン韓国語、1982年5月29日体は、大韓民国の中西南道天安市出身のプロ、野球選手、内野手、右投げ右打ち、ハンファイーグルス所属。天安期待地高校時代は、黙々と猛練習を続ける野球付きの毎日だった。2000年に、カナダのエドモントンで開催された、 トリプル A 世界野球選手権大会では、代表に選ばれ優勝に貢献した。他の韓国の代表メンバーは、リオ・ハル、デイコン・サカイ、アキシン・マモルなど。高卒ルーキーでありながら、即開幕1軍に選出されたが、結果を残せず間もなく2軍を打ちする。が、バッティングフォームを今に近いフォームに変え、その後1軍に昇格し、代打やチャンスで結果を出した。終わってみれば、 規定打席未満でありながら新人王に選ばれた。2は自身初めての国際大会である第1回 WBC 韓国代表にも選出されたが、同じ一流手である李昌陽の控えに甘んじた。同大会では3打席で2支球無安打に終わる。開幕から打撃好調で本類が打点でトップに立っていたが、 北京オリンピックでは再び、李正陽やミートがうまく三塁も守れるリオンハルと、ポジションが重なり、また2006年の WBC のベスト4進出で、すでに兵役の現役含むを免除されたことなどが考慮、されて代表チームに選ばれなかった。新人け気コーチバリ、昌カの下で、昔のフォームを取り戻し、打率3割2分4輪、31本塁などで、 自身初の最多本塁打のタイトルを獲得した。第2回 WBC では代表入りを辞退した李商用に代わり、全試合に4番一塁手でスタメン出場。韓国では短期決戦に弱いことや国際試合には不向きとあまり評価は良くなかったが、全9試合で打率。345、3本塁打、11打点の活躍、大会ベストナインに選出。 一塁手部門では満票されると大会準優勝に大きく貢献した大会11打点は現在 WBC 歴代の最多記録 WBC 後のインタビューで日本代表の投手陣は韓国のエース級よりさらに上だったと答え特に印象に残った選手に岩隈久志を挙げたの公式戦では4月後半試合中に 本類付近での走塁プレーで星と激突、頭部を強打し脳震盪を起こしたことで途中退場したこともあって、序盤は長期欠場を強いられた。夏場になって本来の打撃を取り戻したが、8年ぶりに出場試合が100を下回り、所属チームのハンファは手法の離脱もあって圧倒的な再開に沈んだ。11月には久保に FA を申請。13日に 千葉ロッテマリーンズ入団を発表。背番号は、ハンファ在籍時と同じ、5 2に決定。なお登録名は、本名の、金大金だが、ユニフォームのセネームは2009年のハンファのユニフォームと、同じく、タエキュン、テギュンとしている。ロッテリアでは、その活躍に期待し、キムチリハンバーガー、キムチテギュンバーガーを、千葉マリンスタジアムの店舗で、限定発売開始。 出催試合で本塁打を打った場合は、その瞬間から52個限定。背番号にちなむで、通常価格400円のところを8分の1の50円に値下げして販売する。初実施は2010年5月3日の対、日本ハム戦。それまでは出ていなかった。2010年6月22日からは、北海道、宮城県、埼玉県、千葉県、大阪府、兵庫県、 福岡県のロッテリアでも販売開始された。これらの店舗では、ホームランの翌日、52個限定で半額で販売する。なおロッテでの応援歌は、韓国人歌手であるデビーチの8282という曲が使われている。は、開幕からスタメンで4番を打ち、日本ハム戦で、武田久志からサヨナラアンダを打つなど、6月まで18本類だ。 打点65と、首位争いをしているチームの4番として、活躍していたが、7月以降は打率、250、本類打3、打点27と大きく失速し、9月以降は主に6番や7番を打った。結局、打率、268、本類打21、打点92、得点圏打率、236の成績で1年目のシーズンを終えた。 ポストシーズンもそのまま7番、DH のない中日主催試合では6番に定着。CS、日本シリーズの、計15試合で、打率こそ、310だったものの、すべての安打が単打で、超打率も、310、打点6という成績に終わった。8月には、KBS アナウンサー、N スポーツの金広志流、金即流豆腐に結婚する旨を発表。 金広史竜はこれに伴い担当していたアイラブベースボールを8月22日放送分で降板日本留学のため退社12月に韓国内で挙式した杭州アジア大会では韓国代表に選出され日本シリーズ終了後にチームに合流したがほとんど活躍できずチームは優勝したものの目立つことはなかった和シーズン当初から 前年後半と同様の低迷した成績が続き、5月19日に手首の怪我もあって登録抹消。6月頭に復帰するものの今度は腰痛で同月19日に再度登録抹消され治療のためと称して韓国に帰国。そのまま7月27日にはこの年限りでの対談が確実であることが発表された。11月19日。 球団ホームページで来期の契約を結ばないことが発表された。当初に言われていた2年オプションではなく3年契約であったが、ロッテ側は契約解消を行った。キム・テ・ギュンは契約解消を申し出た理由を、日本では野球が面白くなかった。日本ではホーランを打っても、コーチたちがハイタッチにも来ないためであると述べた。2011年12月12日。 ロッテ遺跡前に在籍していたハンファと、単年契約したことが発表された。2012年の年俸15億本は、韓国プロ野球史上最高額で、初の年俸10億本以上の選手となった。背番号は52に決定。2012年は一時は4割を超える打率で、韓国プロ野球史上2人目の4割打者誕生かと、騒がれたが、9月に調子を落とし、打率。 363で自身初の首位打者となった。2013年以降も主力打者として活躍を続けている。2016年から2017年にかけて韓国プロ野球記録となる86試合連続出塁を記録した。2018年には韓国プロ野球個人通算300本塁が2000アンダーを達成した。2013年6月。 人種差別発言事件を起こした。同月10日に韓国で放送されたあるインターネット野球番組において最も苦手とする投手という質問に対し、金大金がロッテジャイアンツの外国人投手戦ユーマンを選び、その理由として黒い顔のせいで白い歯と白いボールが重なり打ちにくいことを挙げたと報じられた。放送後に SNS などでこの内容が伝えられ、ネットユーザーから 人種差別発言との指摘を受けた。金大金は、ハンファ球団を通し、投球フォームについて語ったつもりが誤って記者に、伝わったと釈明、謝罪を行った。その後、ユーマンとは2015年の一時期ハンファで、チームメイトとなっていた。ワールドベースボールクラシックには2017年まで4、大会連続で出場している。バットを大きく引いて、やや、 クローズドスタンスで構え、ステップをほとんどせずに、体の回転で強く振り抜くフォームを特徴とする、韓国球界を代表する、右の長距離打者。メジャーリーグのスカウトからも、とんでもないパワーを持ったやつだ。20から80段階でパワーは75と、パワーが高く評価されており、右方向への意識も強く、アイセドが毎年1割前後と選球眼にも優れる。 左投手に強く、2010年は、打席数は、右投手の半分いかながらも打率、323、9本塁打を放った。また同じく2010年には、速球系に対して打率、347と強さを発揮したが、変化球に対しては曲がる系に2割、落ちる系に、180と変化球に課題を残した。さらに2009年の WBC では、 松坂大介の内閣級から特大の本類打を放ち、2010年には内閣打率327、10本類打を記録するなど内閣に強い一方で、外閣に対しては213と弱く両極端な印象があり、半波時代から甲不調の波が激しかった。一類守備では肩は強くないものの補給、送球の正確さとも高い水準を誇り、 一二塁間の打球に強い。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。